個人情報の不適切な管理が発覚したのは札幌市厚別区にある札幌京成高校です昨日、教諭が学校説明会の申し込みを受け付ける Google フォームを誤って操作し中学生と保護者合わせて632人分の名前や学校名、電話番号、メールアドレスが およそ2時間にわたり、外部から見られる状態になったということです。また、室蘭市内の小学校では、昨日学校関係者が1人の保護者に個人情報を含むメールを送ろうとしたところ、誤って複数の保護者に送信してしまったということです。室蘭市教委は、個人情報を含むメールを送る場合、今後、複数の職員で確認するなど注意喚起を徹底するとしています。